ケビン・エストレはフランスリオン出身のレーシングドライバー。現在はポルシェ GT チームから FIA 世界耐久選手権のエレメジットプロクラスに参戦している。2018から19年の GTFIA 世界耐久ドライバーアッツ選手権チャンピオン。ファミリーネームはエストーレと表記されることもある。2011年のポルシェスーパーカップモンツァ戦での エストレ2001年にカートを始めた。エストレは2006年にフォーミュラルのオキャンパスフランスに参戦し、4輪、レースデビューを果たした。この年、トリスタン・ボーティエとのタイトル争いを制して、チャンピオンに輝いた。翌年はグラフレーシングからフランスフォーミュラルの2.0に参戦し、年間ランキングは8位となった。2008年にエストレは、 スポーツカーレースへの転向を果たした。前年から引き続きグラフレーシングに所属したものの参戦シリーズをポルシェカレーラカップフランスに切り替え最終ラウンドであるマニクールでの勝利を含む5度の表彰台を獲得してランキング5位となった。2009年からはソフレイブアスプに移籍してポルシェカレーラカップフランスに参戦した。2010年には フレデリック・マコビッキーとタイトル争いを展開し、2ポイント差のランキング2位となった。AS イベントに移籍した2011年には12、戦中10勝という成績で、念願のポルシェ・カレーラカップフランスのタイトルを獲得した。また、この年には、アテンプトレーシングからポルシェ・スーパーカップにも参戦を始めている。翌年以降は、同チームからポルシェ・スーパーカップに加えて、 ポルシェカレーラカップドイツにも参戦し、2013年には発祥を上げて、カレーラカップドイツの王者に輝いている。同じく2013年には、フッサ GT 選手権へのスポット参戦に加え、バクー市街地コースで行われた、バクーワールドチャレンジにもヘクシスレーシングから参戦した。予選レースで3位を獲得し、決勝レースでは、ロブベルのドライブ中にタイヤトラブルで大幅に、 交代したものの、エストレの追い上げで、最終的に2位でフィニッシュした。マクラーレン2014年1月、マクラーレンは、エストレを、ファクトリードライバーとして起用することを発表した。エストレは、アンディ・ソーセック、ケビン・コリュスと共にアートグランプリの99号車から、ブランパン耐久シリーズに参戦し、2度の表彰台を獲得してランキング8位となった。 ドアモータースポーツより参戦したニュルブルクリンク24時間レースでは当時のレコードとなるタイムでポールポジションを獲得した。また、この年パークプレイスモータースポーツからポルシェ 911GT アメリカを勝ってユナイテッドスポーツカー選手権の GTD クラスにも参戦し選手権でクラス31位となった。2015年も引き続き グランパン耐久シリーズに参戦したが、アートグランプリからフォンライアンレーシングに移籍し、マシンも新投入されたマクラーレン 650S へと変わった。グランパンスプリントシリーズにもロブベルトのコンビでアテンプトレーシングから参戦した。このうち耐久シリーズでは第2戦シルバーストーンと第5戦ニュルブルクリンクで優勝し、ランキング4位となった。同年には、 オークレーシングの LMP にマシンを買って、ルマン24時間レースにも初挑戦したほか、FIA 世界耐久選手権のスパラウンドに、レギュラードライバーの代役として、ポルシェチーム満イから出走し、3位入賞を果たしている。ポルシェ・エストレは2016年にマクラーレンを離れ、ポルシェのファクトリードライバーとなった。この年、エストレは、主に、KU。 S チーム75ベルンハルトからアダック GT マスターズの後半戦に参戦し、デビッド・ヤーンのタイトル争いをサポートしたほか、ルマンやデートナといった長距離レースにおいてポルシェのワークスチームの第3ドライバーを務めた。2018年のルマン24時間レースで使用したヘルメット2017年エストレは当初ローレンス・ヴァントールと共に、 ユナイテッドスポーツカー選手権に参戦することとなっていたが、フェラーリから移ったジャンマリア・ブルーニが移籍に伴い、設けられた契約条項のために、同年の WEC 参戦が不可能となったため、その代役として3月にマンタイレーシングがオペレーションを行うポルシェ GT チームからの参戦が発表された。この年、エストレはミカエル・クリステンセンと共に92号車をドライブした。 随所で速さを見せたものの、新投入されたポルシェ 911RSR のトラブルに悩まされることも多く、表彰台を3度獲得するにとどまった。2018年も同様の体制で WEC に参戦した。同年のルマン24時間レースでは、ポルシェの創業70周年を記念し、1971年のルマン24時間レースに参戦した。 ポルシェ917、20、ピンクピックを模したカラーリングのマシンを、クリステンセン、バントールとドライブした。決勝では、予選2番手からスタートし、序盤のセーフティカー導入で得たマージンを活かしてそのまま、クラス優勝を達成した。ルマンと第4戦富士での勝利を含め、92号車は5連続を含む6度の表彰台を獲得し、 変速的なスケジュールとなった2018から19年シーズンの GTE プロクラスのチャンピオンに輝いた。2019年にはマンタイレーシングから参戦したニュルブルクリンク24時間レースでバントール、クリステンセン、アール・バンバーと共に911号車に乗り込み、レースの大半にわたって首位争いを展開した。グランプリレーシングから参戦したスパ24時間レースでは、 クリステンセン、リヒャルトリーツと共に雨で波乱が続いたレースを制した。2021年、クリステンセンがフォクトリードライバーから外れたことに、伴い WEC でのチームメイトがフォーミュラ E に参戦していたニールジャニに変更になった。ニュルブルクリンク24時間レースでは11番手スタートから自身のドライブで4周目に首位に浮上し、悪天候のため史上最短となったレースを制した。 ポルシェスーパーカップポルシェカレラカップドイツアーダック、GT マスターズ FIAGT、シリーズ、ブランパン GT、シリーズスプリントカップ GT ワールドチャレンジヨーロッパ、耐久カップインターコンチネンタル GT、チャレンジスパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レースバーサースト12時間レースユナイテッド、スポーツカー選手権、FIA 世界耐久選手権、 ルマン24時間レースデートな24時間レース。ありがとうございます。